野球においてフライは取って当たり前です。ところがそのフライを取れなかったことによって勝敗が変わってしまうどころか、選手やチームの将来まで変わってしまうことさえあります。今回はそんな世紀の落球の数々について紹介します。星野仙一監督が金メダルしかいらないと高らかに宣言したものの、結局4位に終わり、ある意味宣言通りとなったのが2008年の北京オリンピックでした。そしてシーズン前半戦で打ちまくったことから、星野ジャパンに追加招集されていたのが西武のジージー佐藤です。予選リーグを突破して準決勝に進んだ日本は韓国との大一番を迎え、佐藤はレフトのスタメンで起用されました。8回裏、日本は韓国に勝ち越しを許し、なおも2アウト1塁、逆転の望みをつなぐためにもなんとかしのぎたい場面で左中間に大きな当たりが飛びます。平凡なフライではないものの、佐藤は落下地点まで走り込み捕球体勢に入ります。ところが佐藤が出したグラブに収まりかけたボールがポロッと飛び出し、グラウンドに落ちる間に日本は決定的な1点を失いました。翌日行われたアメリカとの3位決定戦は、日本が4対1とリードした3回裏に佐藤がまたまたやらかします。先頭打者の打球はショート後方へのフライで、中島博之が早々と落下地点に入りますが、レフトの佐藤が猛然と走り込んできました。中島は慌てて譲ったものの、結局ボールは佐藤のグラブをスルーして落下します。この落球が同点スリーランにつながってしまい、その後に勝ち越された日本はメダルなしに終わったのです。ミスを犯した直後に名誉挽回の機会を与えるのが星野流ですが、メンタルがズタボロになっていた佐藤に対しては完全に逆効果でした。佐藤は試合後、妻に見たいとメールを送るほど落ち込んだといいます。チームの体制や采配面など数々の問題点があった星野ジャパンですが、佐藤が敗北の責任を背負い込む形となり、気の毒な面もあります。ただそうなってしまうのもやむを得ないほど衝撃的な落球だったことには間違いありません。2010年夏の甲子園では、島根県関係者にとって忘れられない悲劇が起こりました。島根代表の海星高校は1回戦で宮城の強豪仙台育英と対戦。試合は8回を終えて海星が5対3とリードします。そして9回表、海星は簡単に2アウトを奪いますが、反撃を開始した仙台育英は1点を返してさらに満塁と畳みかけます。海星のマウンドには2年生エースで卒業後にプロ入りする白根直樹が立っていました。白根は最後の力を振り絞ると、続く打者の当たりはセンターへの平凡なフライ。勝利を確信した白根がガッツポーズを作っていたところ、まさかの落球によりランナー2人が帰って仙台育英が逆転勝ちを果たしました。この年の海星は白根に加えて後に阪神入りする糸原健斗も擁しており、甲子園には春夏連続の出場でした。ところが選抜では21世紀枠の和歌山紅葉に敗れ、野々村直道監督が21世紀枠に負けたのは松代までの恥、切腹してみたいなどと発言して監督を辞任していました。そんなこともあり、海星としてはなんとか勝ってイメージアップを図りたかったものの、甲子園の魔物にやられてしまった形となってしまったのでした。元祖珍プレーとして40年以上が経った今でも野球ファンの記憶にしっかり刻まれているのが宇野勝によるヘディングです。東京ドームができる前の1981年8月26日後楽園球場で行われた巨人対中日戦でのことでした。中日の先発は燃える男、星野仙一。当時巨人は1年以上にわたって連続試合得点記録を続けており、その数は158まで伸びていました。普段から巨人戦では闘志をむき出しにする星野ですが、記録ストップを狙ってさらに気合が入っていたそうです。星野は意気込み通りのピッチングを見せ、6回まで2安打しか許さず無得点に抑えていました。そして7回裏、2アウトながら2塁にランナーを置いた巨人は1番の松本忠に変えて山本浩二を打席に送ります。勝負に出た巨人でしたが、星野の気迫が上回って山本の打球はショート後方へのフライとなります。中日のショート宇野が後方へ走りながら捕球しようとしますが、スパイクの刃が人工芝に引っかかりそうになったこともあって歩幅がやや乱れます。その直後、打球は宇野のグラブには入らず頭を直撃、サッカーのヘディングのようにポーンと弾んでレフトフェンス際まで点々とします。二塁ランナーは悠々と生還し、バッターランナーの山本までもが三塁を回りますが、中日内外野陣の懸命な中継によって山本はホームでタッチアウト。同点は免れた中日でしたが、ベースカバーに入っていた星野はグラブを思い切り叩きつけ悔しがっていました。ミスター珍プレーとして語り継がれる存在となった宇野ですが、彼の実績はそれだけではありません。
2リーグ分立後では唯一となるショートでホームラン王という勲章があることも付け加えておきましょう。2023年は阪神のアレで大きく盛り上がったプロ野球ですが、阪神の優勝で必ずと言っていいほど思い出されるのがバース、掛布、岡田のバックスクリーン3連発です。これは1985年4月17日のことでしたが、前日の甲子園でもあっと驚く事件が起こっていたことをご存知でしょうか。阪神対巨人の1回戦、巨人は序盤に2点を先制します。4回裏の阪神は2アウトから掛布正幸がホームランを放ち1点差、続く岡田彰布はフォアボールで出塁しました。ここで阪神ベンチが動き、佐野範義の初球に岡田がスタート。しかし佐野は2塁ベース後方へのフライを打ち上げてしまいます。ショートの河野和正とセンターのウォーレン・クロマティが打球を追い、先に落下地点に入った河野が両手を大きく広げて自分が取るとアピールしました。ところが河野は打球をこぼしてしまい、スタートしていた岡田は一塁から生還。同点に追いついた阪神は勢いづき、怒涛の連打でさらに5点を追加します。2アウトランナーなしから一挙7点という超ビッグイニングに、甲子園は異様な盛り上がりを見せました。そのため阪神ファンの間では、河野の落球がバックスクリーン3連発の引き金となったという説が根強く残っているそうです。高校野球の名勝負ランキングで今でも上位に顔を出すのが、1979年夏の箕島対星稜戦です。春夏連覇を狙う和歌山の箕島は3回戦で石川の星稜と対戦しました。試合は1対1で延長戦に入り、この時点ですでに午後6時を回っていました。12回表に星稜が勝ち越すと、箕島は島田宗彦のホームランで追いつきます。そして16回表、星稜が再び1点を勝ち越して、その裏の箕島は4番、5番が打ち取られます。いよいよ追い込まれた箕島は6番の森川康弘が1塁後方にファウルフライを打ち上げ、万事休すと思われました。ところが星稜のファースト加藤直樹はファウルグラウンドに敷かれた人工芝に引っかかって転倒、フライをキャッチできませんでした。打球には触れていないため失策ではありませんが、この落球によって球史に一生を得た森川はなんと同点ホームランを放ち、再び振り出しに戻したのです。試合は結局18回裏に箕島がサヨナラ勝ちを収めました。劇的な試合は大きな反響を呼び、後に数多くのドキュメンタリーが制作され、書籍の題材にもなりました。何より延長18回に及ぶ試合は甲子園ではもう見られません。箕島対星稜の死闘は永遠に不滅と言っても良いでしょう。今から半世紀も前になりますが、1973年のセリーグは巨人と阪神による激しいペナント争いが繰り広げられました。8月5日に甲子園で行われた伝統の一戦は、阪神がわずかに1点をリードして9回を迎えます。阪神のエース江夏豊を相手に2アウトながら1・3塁のチャンスを作った巨人でしたが、黒井幸信の打球はセンターへの平凡なフライとなりました。センターの池田純一が取ってゲームセットと誰もが思った瞬間、池田は芝生に足を滑らせ尻餅をついてしまいます。その間に打球は池田の頭上を越えていき、2人のランナーが生還、巨人が逆転勝ちを収めたのです。勝敗が一転してしまう重大なミスではあったものの、ファンやマスコミの目はまだまだ続く優勝争いに向けられていました。そうして最後までもつれたペナントレースは、結局巨人が 0.5 ゲーム差で制して9連覇を達成。するとあるテレビ番組で、池田のエラーがなければ阪神は優勝できたという発言が飛び出し、これが一気に広まりました。池田はあっという間に唯一の戦犯とされてしまい、その後は不遇な野球人生を送るのでした。最後はさらに時を遡って1961年の日本シリーズです。巨人と南海による対戦は巨人の2勝1敗となり、後楽園で第4戦が行われました。9回表に逆転した南海はその裏、ノーアウト1塁となったところで第1戦、第3戦に先発したジョー・スタンカをマウンドに送り込みます。スタンカは起用に応えて2アウトを奪い、南海は勝利目前。そして巨人の代打藤尾茂にも1塁へのフライを打たせますが、ファーストの寺田陽介がこれを落球したため、ゲームセットとはなりません。それどころか、続く長嶋茂雄の平凡な打球もサードがファンブルしてしまい、一気に満塁のピンチを迎えたのです。そして第3戦ではスタンカからホームランを放っている宮本敏夫が打席に入ります。リベンジに燃えるスタンカは宮本を追い込むと、低めの変化球で勝負しました。ところがこれをボールと判定されると、スタンカは激高。冷静さを取り戻せないままスタンカは宮本にサヨナラ打を打たれました。しかし話はこれで終わりません。ベースカバーに入った際にスタンカが炎上時球審を突き飛ばすと、
南海の選手が球審を取り囲む騒ぎとなったのです。寺田の落球が発端となって、おシリーズと呼ばれることになったシリーズでは、その後も両軍の小競り合いが続きました。そして炎上時、あれがボールか、秋の空という句まで生まれ、ファンの記憶に残るシリーズとなったのでした。いかがでしたでしょうか。野球のセオリーとして転がせば何が起こるかわからないと言われますが、フライにも絶対なんてないことがよくわかりますね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。